エイブルトン公認トレーナーの大黒淳一です。今日はですね、エイブルトンライブとプッシュ2を使ってですね、作曲を行うためのファーストステップについてご紹介したいと思います。まずプッシュ2からのご紹介なんですが、これはですね 8×8 のマトリックスになっておりまして、例えばこういうような形で楽器としても弾くことができますし、エイブルトン点をですね、操作するための全てのパラメータにアクセスできますので、ミディコントローラーとしてもですね、ご使用することができます。そういった、新しい楽器として位置付けられております。今日はですね、このプッシュ2を使ってですね、作曲の時どういうふうに、最初のステップを踏めばいいかというところのご紹介をしたいと思います。例えば、普段こういうプッシュを使って何か、こういうような形で何か弾いていて、あ、これいいフレーズだなと思った時に、大抵の場合はですね、もう一回レックボタンを押して同じフレーズを弾かないといけなかったのですが、やはりそのアイデアとしての新鮮味、同じことを2回やるという難しさからですね、なかなかその次同じフレーズを弾けるかとなるとですね、個人差が出てくると思います。そういった場合にですね、エイブルトン10のこの素晴らしいキャプチャーという機能を使うとですね、先ほど弾いたデータ、ミディで弾いたデータをですね、ライブがですね、覚えておいてくれて、それをですね、ミディデータにしてくれるという、素晴らしいですね、機能があります。ちょっとそれを試してみましょう。例えばこういうフレーズ、もう一回弾きたいなと思っても、なかなか難しいのですが、このプッシュの場合はですね、このレックボタンを押しながら、ニューボタン、これを押すことによって、今のですね、データがキャプチャーされて、ミディデータとして、録音されているといったようなことができます。例えばタイミングに不安がある方は、このコンタイズ、これを押しますと、このグリッド上にミディデータが吸着されるといったような形になります。例えばこの上に、こういうような形で、どん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 フレーズを重ねていくことによって、新たなメロディーを作っていくというような形で、最初の作曲のファーストステップ、どういったアイデア、どういったメロディーを取り込むのか、といったところに非常に強力な機能として、このキャプチャーを使うことができます。